綾野浩二役の坂田理香子です。綾野浩二役の坂田理香子さんです。仮面ライダーフォーゼをやらせてもらったのが10年前で、作品がゴーカイジャー半年ぐらい被ってたので、もう思ってもなかったです。ゴーカイジャーの映画に10年越しにみたいなまあインテリ系な初めてのね、こういうスーツでメガネでっていう役が人生でも初めてなのでどうやって作ろうかなっていうのが楽しみでした。役作りもストーリーとしてすごく面白いと思ったので、楽しんで見てもらえたら嬉しいです。はい、天空怪者絶対見てね。